さあリベンジフライト、オートカットで落ちたガウイ X5。 どうでしょうか。この段階で前回のオートカットの時間はクリア。さあスタント入って、ちょっとハンチングが出てますね。ええんちゃいますか。トラッキングがずれてる。でもオートカットはなかったです。多分ね、こういう豚バのやつスロットルは肩はできへんから、ひょっとしたら下まで行ってもって、ほんで犠牲品買ったんかもわからん。時間がかかるからね、もうスキャッスルはゼロにせんと、もう全部フラット、いきなりフラットにしてコールドスタート。なるほど。だから下にスティックやっても、ゼロにはならんと。それが一番安全。